上腕部に発症した、霊毛穴生体腺、または毛穴性核化症とは、体の毛穴内に核質が10万指標品にまで盛り上がり、吸収をなす核化症、核質異常で皮膚病の一つ、小児期、思春期によく見られ、遺伝性が疑われる。各種の類似症例を、毛脳性核化症、または毛包性核化症と総称することもある。 ごく稀な例を除き自覚症状はなく、健康上重大な問題も起こらない。サメ肌と呼ばれる皮膚の状態の原因の一つ、毛穴一致性の核化性求診が見られる。家族性の例が多く見られるため、常染色体優勢の遺伝性皮膚疾患とされる。極めてありふれた症例であり、臨床的に診断は非常に容易である。古くはビタミン A の欠乏、ホルモン代謝以上、 脱脂線機能異常などが原因と考えられていたが、ズブーリスラの報告によれば 18P11.3 のラミニに α1 歳電子の変異が原因と見られており、さらなる研究が待たれるところである。小児期に発症し、思春期に増加する傾向が見られる。男女の別による際は見られない。しかしながら、疫学上非常にありふれた症例であり、ただの生理現象とみなす向きもある。 詳細な調査が行われた例は少ないが、多くの人種で見られ、また、日本の小学4の6年生の23%に見られたとの報告があるほか、海外では14歳女児の80%に見られたという報告がある。また、尋常性魚臨腺アトピー性皮膚炎、肥満などと同時に発症する例が多い。体の各所の毛穴が角質で満たされ、 角栓とか死回大毛穴が詰まったような状態になり、ノート1、角栓の先端部が表皮に突出する。特に色の変化が見られない場合もあるが、毛細血管の拡大もしくは、軽度の炎症によりくれない褐色となる場合もある、ノート2。また、生きどころを失った体毛が皮膚表面から目視できる場合もある。球診は融合することなく、おのおのが独立しており、 時として、周囲の皮膚の乾燥を伴い、群生している箇所はザラザラした食感となる。また、秋から冬にかけて悪化する。ノート3。死死のうち特に上腕、大体の伸び側、及び臀部に後発し、体の左右ほぼ対称に分布する。ほとんどの症例では特に痛みや、かゆみなどの自覚症状はないが、稀に若干のかゆみを訴える患者もいる。 多くは20歳代から解放に向かい、30歳代にはかなりの回遊が見られる。美容上の観点から皮膚科の受診は女性の方が多く見られる。特に治療を行わずとも健康上重大な問題はないが治療を試みる場合、角質用介在の塗布、部分的保湿などの対象療法で症状を改善することができる。角質用介在として サリチル酸軟膏などが用いられるが、刺激が強い場合があるため注意を要する。保湿薬として、各種尿素薬やヘパリン類似物質などが用いられる。患部に食品用ラップフィルムを巻いて就寝し、起床後にスポンジなどで擦り落とすのも効果的である。また、民間療法であるが、荒潮による表面削下などで除去が試みられることもある。その他、 ビタミン A やエトレチナートの内服に効果があるとされているが、毛穴性核化症自体が良性疾患である点と副作用を考慮し、積極的に用いられるべきではないとされる。特発性、または続発性、ノート4として毛穴性核化性急診が群生する症状である。個々の急診を見た場合、病理組織的には毛穴性体腺との鑑別はできない、ノート5。 この症例においては、死死以外にも腰背部、腹部にも比較的多く見られる。疫学上は200人に1人程度とされる。結核、風疹、エイズなどの感染症や炎症性皮膚病変の病気として、または薬物反応などでこの症状が見られる。治療にあたってはまず原疾患の治療が大原則である。本症自体の予後は比較的良い。 1957年に北村らにより報告された症例。思春期に顔面に生じる毛穴性体腺に告示した症例であり、次回全部から上顎にかけて両側に生じる。男子に多く発症する。毛細血管拡張を伴うため多くは、塩赤し、リンパ球の浸順が見られるケースもある。疫学的にあまりにもありふれている症例のため、 疫学上の詳細な調査はなされていないとされる。通常の毛穴性核化症と同時に発症する例が多いことから、毛穴性核化症の類型、もしくは単にそれが顔面に発症しただけではないかという見方があるが、それが事実であれば、同様の 18P 遺伝変異が認められるはずである。しかしながら、目下のところ詳細は不明である。なお、この症状も、加齢とともに、 自然治癒する。米粒体という比較的大きな球神が肘頭室外近辺に見られる症例。治療法、経年による自然治癒などは毛穴性格化症に準ずる。眉毛の部分に後半をきたし、若干の毛穴性格線が見られる症例。かなり稀な症例であり、皮膚の炎症性、萎縮性変化が見られる点が特色である。毛穴性回線を伴うケースにおいては、 それと同様に 18P の影響が報告されている。なお、眉毛の一部の脱毛が見られ、再生は期待できない。ありがとうございます。